こんにちはみなさん。こちらはシニアもできるチャンネル。今日は昭和55年にハワイから日本へやってきたアメリカ人の体験談をお届けします。昭和54年末、ハワイ島での観光ガイドのアルバイトをしてた私、友人の誘いでツアー案内に参加し、そこで一家族との出会いが運命を変えることになりました。火山ツアーの途中、 私は日本語で案内をしながら、一家族の方と会話を楽しんでいました。なんと、その方は鉄工省の専務、海外でのビジネスに悩んでおり、それが私の日本での冒険の始まりとなりました。数回の手紙のやりとりを経て、私は日本への招待を受けることに、しかし、専務さんの手紙には謎の言葉が、毎日からって何だろう 昭和55年3月10日に、今は信じがたいが、ハワイの空港をセキュリティチェックなしで日本行きの飛行機に乗った。日本の区域に入ると飛行機が伊丹国際空港に向かっていることが分かりました。高層ビルが立ち並び、迷路のような道路上に数えきれない車が走り回る忙しさに圧倒されました。 これが昭和ののの都会の息吹なのかと初めて感じました飛行機が着陸し入国手続きを終えた後、ゲートの向こうには笑顔で手を振る専務さんの家族が彼らのベンツに乗り込むと初めて味わう日本の道路の狭さと車の流れにワクワクと緊張が入り交じりました ホームステ先に到着すると、セムさんの家族は心温まる歓迎で私を迎えてくれました。初めて見る日本の家屋や畳の香り、それに包まれるような優しさ。その瞬間、私は自分が新しい冒険に飛び込んでいることを感じました。これが私の長い日本滞在の始まりでした。そして次回は、 翻訳と工場での体験についてお話ししましょう。どうぞお楽しみに。